どうも、お城です。はい、今日の動画はですね、乃木坂46 26枚目表題曲ですね、僕は僕を好きになる発売記念、こちらのオンラインミート&グリートの第一情報が今絶賛されているんですけれども、今回これについてですね、ちょっとお城としてどう行動していこうかっていうのを考えたんですが、ちょっと見送ることにしました。結論から言うと、まあちょっといろいろ考えたんですけれども、まあちょっとね、見送ろうとしたね理由、メインの理由としては、やっぱりこのオンラインミート&グリートに対してちょっと不安要素が多すぎるなっていうところですね。これがどうしても拭えないっていうのと、まあ、あともう一個はやっぱり中田かなちゃんが卒業しちゃって、ある程度やっぱりモチベーションにも影響が出てるのかなっていうところの2点なんですね。で、まずオンラインミート&グリートへの不安要素っていうのが、3つくらいありまして、1つがやっぱりですね、まあ前回とかね、日向坂とか乃木坂の経てね、思ったんですけども、相手にねこっちの声が届いているっていう保証が全くないんですよね、確証が。うん、まあ、前回その中田とかね、まあ、いろんなメンバーとオンラインミート&グリートやりましたけども、だし、まあ、全部多分聞こえてると思うんですけども、確証はないんですよね。うん、確証がないっていうのは、その払拭されない限り、例えば向こうがうんって相槌打って確認できたとしても、それでも確証がないっていう事実が心に残る限り、やっぱりこうずっとなんかモヤモヤしたまま話すことになるんですよね。うん、僕は結構そのそういうモヤモヤ、長く続くこうモヤモヤみたいなのの方が、嫌なので、そういう一時のね喜びより、それがちょっとずっと引っかかってるっていうところ。はい、あともう一個が、やっぱタイムラグですね。はい、タイムラグはまあ仕方ないのは分かってるんですよ。今時ねネットワークゲームとかもありますから、タイムラグについては分かるんですけども、タイムラグがそのやっぱりまちまち環境とかによってすごい左右されるっていうところがあって、でそこに対してアプリケーションが例えばタイムラグを検知して、それに対してその剥がしの時間を調整する機能とか、そういう遊びがあればいいんですけど、もう厳密に10秒でカットするというところがあって、でそこのやっぱタイムラグの確認とかも、いちいちメンバーとの会話にね、織り交ぜなきゃいけないと。で、そうなってきた時に、やっぱり10秒ね、対面握手はだいたい7秒だったんですけども、オンライン10秒ということで、プラス3秒だけでは、全くそこの辺の、やり取りのね、こう確認を取りながら進めるっていうところでは足りてないんですよね、バッファーがね、余裕が。うん、せめてもう2秒15秒ぐらいあったら、対面握手の1枚出しに相当するやり取りがやっとできるんじゃないかという感触ですね。いや、まあ正直20秒ぐらいあれないと、対面の握手とはやっぱ違うので、対面ってやっぱりこう、いろんな情報をこっちもキャッチしながら、まあ視覚情報も広いし、まあ音声もだし、まあこう触ってる感触もだし、いろんな感覚を使ってメンバーの意思を受け取ることができるから、意思疎通っていうのは、こっち側がちゃんと声がメンバーの耳に届くように、滑舌よく声が届いているかいないかの、そのコンディションの問題でしかないんですけど、こっちはネットワークっていうのと、あとアプリケーションがうまく動作してるのかっていうところもあるので、そこの確認を取りながら喋るような感じになるんですよね。なんとかだよね、なんとかでさ、つってちょっとこう相手がうなずいてるのを見るみたいな、そういうのがやっぱ入ってきちゃうんだよね。そうするとやっぱり全然10秒じゃもう全くやり取りできないんですね。はい。で、現状ですよ。現状、こういった不安要素を抱えている状況で、オンラインミーグリを楽しむ、最高の方法っていうのは、一方的にこっちから伝えて、向こうからもありがとうって言われるか、
一方的に一個だけ質問、シンプルな質問を一個だけして返事をもらってありがとうって言われて、ありがとうって言い返して終わるかっていうところですね。少しでもテクニカルなことっていうのはやっちゃいけないですね。そうするともうやっぱりこの今言った通信環境とかね、その相手に音声が言ってるかっていう機材の環境とかね、その辺の不安要素がずっとあるので、まあ自己満マインドですね。はい。もう向こうが聞こえてようが聞こえてまいが俺は伝えられたとか、メンバーの顔を画面越しに見れただけで満足だとかっていう、もう捉え方しマインドでなんとか乗り切るしかないっていう、まあ状況ですと。うん。で、そういったところを踏まえたときに、やっぱり東京に住んでる僕にとって、対面握手に比べるとオンラインミート&グリートっていうのは同じ1000円を払うメリットがどうしてもないと。ただああいう一級品の芸能人、ああいう一級品のアイドルとね、10秒たった自分にしかね見せない時間10秒を1000円で買えるっていうことは、そのそういう絶対的評価をすればやっぱり安いんですけど、その対面握手も同額でしたと。で、今まで会って実際に握手してきたっていうところとの相対的な評価をするとやっぱりかなり低いなと、そうするともう全然メリットがないなっていうふうにやっぱりどうしても感じてしまう。今まで対面握手をしてきた人は必ず感じることだと思います。はい。で、そこにやっぱり加えて、まあなかなかないないしなっていうところが、まあ思いのほかね、モチベーションにつながってるのかなと。うん、一応ね、今残ってる個別握手会のメンバーで言うと、与田祐希ちゃんと清宮玲ちゃんが僕の推しメンなので、まあ、彼女たちとは十分会ってみたいんですけれども、話したいんですけれども、まあ、やっぱりちょっと、特に与田祐希ちゃんとかは、たくさん当たらないと思いますし、まあ、見繰りは枠が多いんで、まあ、当たるのかもしれんけど、やっぱり5枚出しはないと、まともなやり取りできないと思ってるんで、単純にもう、愛し投与とか、焼き芋って言ってもらうだけでいいんであれば、まあいいのかな。あの、見繰りはね。あと、まあ地方にいらっしゃって、東京に来る交通費とかが大変だとか、いろんなね、ご事情で、なかなか今まで握手会に行けなかったっていう方にとっては素晴らしい制度ですと。これはもう間違いないんですが、まあ東京に、僕みたいに東京にいて、今まで対面握手っていうのを体験してきちゃってて、分かっちゃってて、その楽しさを分かっちゃってて。で、あとは会場にオタ仲間と集まることが好きとか、会場の雰囲気を楽しみたいみたいな、この条件に はまるオタクの人にとっては、正直この見繰りというのはね、ほとんどメリットがない。まあ、強いて言えば本当に、自宅というか、こちらは場所を問わないので、まあ向こうがね、メンバー側があたかも僕らのところに来てくれるような感覚なので、まあそういうロケーションの問題とかね、時間の都合とかはまあつきやすいですけれども、それってでもこの今言ったね、もともと対面握手を経験していて、ただズッキュンとかしてほしいだけじゃもう物足りませんと。メンバーと面白いやり取りがしたいんだっていうことと、まあ、あと会場に行くこと自体とか会場の雰囲気を感じることも、あの、握手会の良さなんだとかっていう人たちにとってはね、あんまり、その、なんていうのかな、もともと平気で幕張とか行く連中なので、その、なんていうのかな、自宅で楽だっていうポイントがね、そこまでメリットとして響かないのかなっていうところもやっぱり、感じていますというところで、まあ、最初に結論言ったんですけども、ちょっと26枚目のシングルに関しては、まあんまり気が乗らないので、位置情報に関してはとりあえずスルーしたいと思います。で、まあ、与田ちゃんとかは買えなくなるかもしれないので、まあ二次応募来週ですかね、また気分が変わったら、まあ、清宮玲ちゃんだけ本当に少しだけ買うかもしれないなっていう感じですかね。まあどの道あんまりでも今モチベーションはないですかね。ちょっと低い状況ですね。今どっちかというと斉藤京子ちゃんとかの方が、写真集も出るので非常に僕の中では、モチベーション高いんですけども、あとオンラインミーグリに関してですけど、
語学免除メンバーもやってほしいなって思いませんか。オンラインの時だけでいいから。だってまあ、アスカとかね、松村とか真夏とかがねいるんだったらもう当然ね参加するし、また売れると思うんですけどね。まあそんな要望は通らない、個別握手会扱いなんですかね、オンラインミーグリもね、ちょっとその辺の縦分けとかもちょっとはっきりしてほしいなっていうのは正直、まあ、ありますよね。真夏さんとか松村とかいたらこんくらいモチベーションが低くても買いますけどね、あの全力でってちょっと思いましたね、はい。でなかなかなちゃんねいなくなったことっていうのが結構影響してるっていうところがね、まあそれなりにあるんですけど、まあ、ただ彼女自身もねインスタグラムとかツイッター始めたりして、まあ、早速本も発売されたりするので、結構なかなかなちゃんの影響がね乃木坂モチベに響いている部分っていうのは自分の中ではまああんまり感じてないつもりですけど、まあ時期が時期辞めたてなのでね、やっぱり、周りの皆さんからすればそこが大きく見えるでしょうしね、それは別にまあそれはそれでいいと思ってるんで、まあただ単純にミーグリの不安要素っていうのがね、ミーグリを一通り経験して本当に、あんまりいい評価じゃないと僕の中でねっていうところがやっぱり大きい。なんでチームズでやってくんないのかなって本当に思いますね。吉本坂で僕動画出してますけど、最初のオンライン握手って吉本坂がスタートだったんですね。一番最初にオンライン握手をやったのは吉本坂なんです。坂道の中では。その時は、マイクロソフトチームズっていうソフトで、ちゃんと剥がしも人間がやってて、融通が効いたんですよ。ただ、そのモデルだと、乃木坂規模のお客さんの数はさばけないでしょうっていう予想も僕その時に立てていたんですけれども、あと、画面録画とかも防げないでしょうっていうところを、立てていたので、そこの対策を取れない限り乃木坂とかはオンライン握手会やらないでしょうね、みたいな話はしているんですが、やっぱり今感じるとオンライン握手をする上では、やっぱりチームズでやってたあの体制が一番良かった。しほぼリアル握手対面握手と全く遜色ないぐらい快適だったんですよ。本当に触れるか触れないかだけの違いでね、品質も良かったし PC でもできたので品質がとにかくいい。 PC でできる時点で本当に品質が良かったんですね。画質もいいし、音質ももうあと音声聞こえてますかっていうやり取りを事前にスタッフと確認するんですよ。聞こえてますか、はい聞こえてます、映ってますか、あ映ってますよって。そこで僕がさっき言った相手に声が届いてるかとかタイムラグへの不安要素が解消されるんですよっていうのもあったので本当に良かったんですけども、本当にフォーチュンミーツっていうアプリになってもうめちゃめちゃ事情が変わってしまいました。全く違うものになった、本当に。あと強制10秒切断、これももう運営にとってはメリットだけど本当にこっちにとってはメリットがないので、こうやって見送る形 になりますよね、まあ本当に、ただね今回このコロナ禍の中でオンラインライブの方が儲かっちゃったりとかねしちゃったので、この今後ねこのオンライン化の流れっていうのは止まらないでしょうね、少なくとも、ただこういうディープなオタク、めちゃめちゃエンゲージメントしてるディープなオタクにとっては本当にメリットがただ減るだけなんですけれども、ライブとかは平日に開催するんなら家でやるのは最高ですけどね、家で見れるのはね。休日で別に出かけてもいい状況だったらやっぱりライブはライブなんですからね、やっぱり会場でやった方がいいと思うので、実際乃木坂もね次のアンダーライブは、観客入れてやるっていうことなんで、その点は良かったですけれども、このオンライン化の流れは止まらないだろうし、あとアイドルオタの人たちっていうのも基本的にアイドルにねめちゃめちゃコストを投資してしまってるんで、なかなかねこの趣味をやめることが心理的に難しい状況にもう陥っちゃってると思うので、そういった中ねこういったオンラインミーグリみたいにあんまりメリットがないものに対してもなかなか抜け出すことができず、しぶしぶ向こうのいいねでね付き合わされてズブズブ続けていくしかないのかなっていうところも本当にね、もうちょっとなんとかなんねえのかなって思うんですけどね、っていうのは感じましたね、ということでちょっとね久々の動画で長話になっちゃったんですけども、
まあ、近年のね、まあ、今回のね、26枚目のミーグリの自分の行動指針に加えてね、ここ最近のこのコロナ禍の中での、まあ、アイドルビジネスの傾向とかについてちょっと語らせていただきました。はい、ありがとうございます。この後、ノーバディーズフォルトのね、あの桜坂のライブビューイングとかもあるので、ちょっとレポをする余地があればしていきたいと思います。はい。長々とすいません。ありがとうございました。